こんにちは、横浜の英子です。今日はポーチの中身を紹介させていただきます。よかったらご覧ください。ポーチの方はこちらのポーラ BA のクリスマスコフレについてましたポーチの方を使っています。これから中を開けていきますね。まずはカバーマークのパウダーファンデーションなんですけれども、こちらの方はすごく私にとって鉄板でして、ちょっと直すだけですごくムラができることなく綺麗に乗ってくれるんですね。ですのでこちらの方は必ず持ち歩いています。あとこちらは SK2 のパウダーなんですけれども、あまり化粧崩れしてない時に軽くメイクを直す時に使っているんですけれども、こういう風になってまして、とてもツヤがある色なんですね。パールフィニッシュっていうだけあってツヤが出るので、こちらの方はカバーマークのパウダーファンデーションを塗らない時に使っています。あとこちらのイブ・サンローランのラディアントタッチの2番なんですけれども、やはり夕方ぐらいになると目の下のたるみが少し目立つので、こちらはお直し用としてとても便利なので持ち歩いています。リップはこちらのマックのカーネーションっていう色なんですけれども、こういうオレンジ系の色なんですね。どちらかというとマットではなくサラッとつくツヤが出るタイプの色なので気に入って使っています。あとこちらは3本目なんですけれども、メンソレータムのリッチハニーがすごくお気に入りで欠かさず持っています。あとこちらのアイライナーなんですけれども、ティーアップのブラウンブラックが大好きで、ほとんど直すことはないんですけれども持ち歩いています。あとはこちらのコスメデコルテのチークで PK803 番なんですね。こちらの方がとてもお気に入りで使用しています。あと最後になりますが、こちらのフラガンスのフィックス、特に冬場はなんとなく顔の乾燥が気になるので、メイク直しをした後にこちらをシュッシュッと振っています。今日はメイクポーチの中身を紹介させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。